これが、これすみません、人間用です。人間用しかないです、これ。甲状腺機能これ。まあ、成分名は血。血アマゾン。これはちょっと甲状腺の機能を落とす薬なんですけど、これの最低量をちょっと入れさせてもらいます。ただちょっと、これだけ量を調節しなあかんから、だから、飲んでさ、どれぐらいかな、3週間の年明けたらさ、もう一回血液だけ取らさせてください、そんで数字見て量を上げるか、その量でいけるか決めたいと思いますから、だからこの最低量ちょっと今まだ計算してないけど、これも3週間分ね、出しますね。で、これちょっとね、人間だとさ、1個とか2個とか3個とかそうやって飲むんですよ、猫ちゃん1個も絶対多いからさ、こういう状になってるんです、ってことは苦いんです、すぐ3個なんで、ちょっとブドウ糖をちょっと多めに入れときますね、これをちょっとこれも混ぜてもらいますね、じゃあ安定すればね、A の薬に全部に混ぜますけど、これは A の2番としてお作りしますので、これは朝晩です。そうで、だから今日3週間分プラスお家のことなんか1週間分あるとして、それは4週間分出します、でさ、それをなくなる頃に採血をしましょう、じゃあそういうことですね、じゃあちょっとお待ちください。3週間分ってあるんですか？これね、あ、いつもの薬はある3週間あるの、じゃあとこれだけね、これとブドウ糖で作りましょう、